今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス in ハワイ。ハワイ、数えること4回目になりました。で、まあ、あの先週は ねとんでもない、そう、シンクロの神様、信じられない、シンクロが起こりましてですね、まあ、私たちがアクセサリーを買ったところの店員さんが、片や大村さんと同じ、まあ、地元で、もう一方も私と同じ地元ということで、でそこでもう意気投合しまして、まあ、私たちラジオやってるから来てくださいという話をしてですね、でそのアクセサリー屋さんの特徴的な石がラリーマー、覚えました、やっと覚えました、ラリーマー旅行機、ね、ガリバーね、それガリバーやから、ね、よく聞いたら巨人それ、ね、よく朝から拾いますよ、ね、だって今日朝こう朝起き抜けでラリフォーって言ったもんラリフォーってドラクエのラリフォー、ラリフォー、ラリフォーはラリフレローでしょ、そう、それもありますし、ドラクエの、あの眠らせる魔法はラリフォー、ラリフォーっていうやつがあるんで、そっちの方がちょっとね、馴染みが強くて、ラリフォーっていうやつがあるんですけど、ラリマの引き寄せなのかなとかね、今日は実はハワイ4日目の朝なんで、ギター持ってますよ、ギター侍、ギター侍じゃないですね。で、このギターを持ってきたというのはなぜかというとですね、まあ、私たちタマリラを3年と2ヶ月3ヶ月やってきまして、はい、まあ、今回ありがたいことにハワイに来させていただいてるんですけども、大村さんが口々にですね、何かことあるごとに、もっとたくさんの人に聞いてもらいたい、そうそう、それはもうずっと言ってますもんね。で、何かまあそういうのがないかな、もちろん今聞いてくれている方たちも喜んでもらいたい、プラスまだタマリラを知らないという方たちにどうにか聞いてもらえないかなってことを常々言ってたんですけども、昨日のラリマーの効果か何なのか、引き寄せかね、私たちがご飯は食べながら、ああでもないこうでもないと、まあ音楽談義をですね、そうですそうです、ミュージシャン同士してたわけですよ。それちょっといつもなんかちょっと剣がある感じが、それは剣だと思うから剣だ、そうですか、本当にそう思うわけです。だってあのね、ちょっと余談ですけど、あのハワイの夜は、皆さんツアーで来てる仲間とですね、あの後ろにね、実はビーチが、ビーチがあるんですね、ワイキキビーチがね、あの YouTube の方見えてると思うんですけど、この後ろのビーチで路上ライブをね、毎晩やってるんですよ、3日間連続やってます、で、そこで一緒に私も歌わせてもらいました、ツアーの来てる普通の方たちもみんな順番にね、歌うっていう、でそこのまあ、路上ライブの一番の盛り上がりがやっぱり大村慎吾さんが作曲した不思議なパン屋さんというね、もうちょいちょい出てきますよ、ちょいちょい、ね、この曲がですね、ツアーで初めて参加して、初めて聴いてる人なのに、もう2日目にしてみんな合唱するっていうですね、このキャッチーさはなかなかやっぱり国境を超えてますから、日本人です、参加してる人国境は今のところ超えてへん、あ、そうですね、そうそう、だからそういうね、やっぱそういう曲を作れるということだけでも、もちろんミュージシャンなんですけど、で、なんで私がね、このワイキキビーチの前で、2人で座りながらですね、でホテルの敷地をお借りして、そうです、ギターを持っているかというと、そのお話を朝食の時してる中で、あの曲のこの歌詞がいいねとか、この歌い回しが素敵だねって言いながら部屋に戻って、でいろんなプロの方の動画を見てたんですね、そしたらね、あの皆さんまだね、記憶に新しいと思いますけど、笑っていいと思うという番組が、タモリさんね、タモリさん、でそこをテレフォンショッキングというところで、井上陽水さんがゲストで来られて、ギターを一本抱えて、コーヒールンバという曲をね、解説をするという、そう、面白いですね、これがね、本当に面白いんですよね、で、まあ、歌詞であったり、メロディーであったり、そういうこの背景をタモリさんと、あれだってその場でですよね、きっとね、打ち合わせなしだと思うんですね、それを私と大村さんで見てて、大村さんがピカーッと、これやーこれ別にですね
パクってるっていうだけなんやけど。いや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 。いやいやいや。あれは別にあの二人はそれで職業してるわけじゃないですから、ね、偶然そういう話になっただけですからね。で、まあ、これは一応ね、魂の、リクエストで、魂のリクエスト、それは福山さんの方ですから。たまりくの方ですね。たまりくじゃない。こっちたまりだ。魂のリラックス。はい。皆さんに聞いていただきながら、こう、日々のイライラをスッキリしてもらおう。で、実はこの、こういう効果というのは、ラジオでお話するためじゃなくて、皆さんが普段何気なく聴いている、歌っている曲の中に、実は入ってるのではないか。そう。そういう癒し要素だったり、こう言ったらスピリチュアルの要素が入ってるんではないか。で、そういうところから曲をいろいろ解説してたら、面白いんじゃない。あ、だからこの曲、心に響くんや。そうです、そうです。あ、売れるんやとかね、うんうん。ずっと覚えてるんやとかね。そうです、そうです。で、それをもしかしたら私たちが一曲一曲紐解いていくことによって、皆さんのヒントになりうるかもしれない、うん、ということで、つい先ほどその動画を見てから、ね、企画がブワッと湧いてきてね。湧いてきて、ね、じゃあもう撮ろうよ。そう、今やろうと。だからあれで、おこれいいかもって小倉さん言ってから、多分そんな経ってないと思う。もう2、30分ですね。2、30分だと思う。場所探して、はい、ほとんどが場所探して終わったような感じですよね。そうですよね。だから今日は、まあ、実験的に言うとなんですけども、ねハワイのこの ねラリマーの力をお借りしてたと思うんですけれども、ね、そういうひらめきがパッとお二人にやってきましたので、お二人ですね。自分に大使ってるかって言うの。お二人に、降りて来られましたので、ちょっとじゃあ試しにやってみようかと。これも一つ あの楽しく生きるためのヒントであります、ね。もうこれシンクロ来てるもん。そうですよね。これも乗っかった方がいい。乗っかった方がいい。やってみてどうだろうとかそういうことは関係なしに、まあ、やってみよう。で、私は常々、この曲はモロだぞって。何モロだぞ曲があるんだよ。モロだし曲。モロだし？モロだしっていう。モロだしじゃない。何モロだし？フランスワーズモロだしみたいな。それはフランスワーズモレシャ、モレシャ。どっちかったらモレちゃったみたいな感じだね。モロだし、モロだし。皆さんが自然と歌ってるけど、この曲ってもしかしたらモロスピリチュアルなの代表曲は私あると思う。どうなんでしょう。皆さんが知らない人はいないっていうぐらい有名な歌手。そんなに有名。いや絶対知ってます。多分ハワイに住んでる方も知ってるかもしれないですね。ハワイに住んでる人も、そう、日本の曲で。もちろんです、もちろん。日本の曲で、ハワイさん、ハワイに住んでる人って、ね、あの、二世さんとか、一世さんとかもいるから、坂本一世さん。一世岡田さんとか、いろんな人が住んでる。世代の古い人も。そうです、そうです。知ってる。だから、もう大御所ですよね、大御所。大御所の歌手の誰か。北島さんとかです。北島さん。この男はにスピリチュアル要素は一切ないですよ。男は、ね、男はには、男はには、ね、もうね、結構皆さんね、神様っていう言葉を普段の生活でもろっと相手側が言ったら、あ、ちょっとこの人あのちょっと やばい人やばいってこともないですよ、ね、宗教がかかってるみたいな。あ、そう、普通に言ったらね、でも皆さん歌の中ではね、いとも簡単に歌ってます。こんな曲知らないですか。どうなんですか。それ最初のコード、最初のコード覚えてたのに忘れちゃった。え、どんなんやろそれ。神様って出てきます？いきなり出てきます。いきなり飛び出てジャ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 ーンですか。このコードで分かるでしょ。分かる。今何やったん。C C でも過去、それ C から始まるのいっぱいあるやん。過去6です。過去6やから F シャープですね、これね。キーは分からへんわ。分からないですか。どうして分かんないですか。いや、わかんない。そんなんで、それは、その曲分かるなんて、ミュージシャンなのに。いや、分からへんわ。小さい頃は、ユーミンや、ユーミン。分かった。私今ここまでしか歌ってないです、この次です。小さい頃は、次どうでしょう。神様、あ、間違えた。今めっちゃ大事なところ間違ってる。小さい頃は神様がいて、いたね。あれ？え？神様がいるのこれ？
もうだいきなりいるんですよ、これ。1行目に神様がいてっていう前提でこの曲始まってる。僕これ、この曲知ってます、もちろん。もちろん知ってます、はい。これね、神様抱いてやと思ってた。マリアなんですか？マリア。僕、気分がマリアやから。気分マリアなんですか？気分がマリアやから。やばいですね。小さい頃は神様抱いてと思ってた。抱いてる側ですか？抱いてる側。抱いてる側ってイエス抱いてる側だマリアですよね。聖母マリア。そう、あ、神様がいてないんだ。神様が、はい、がいてです。いてってことですか？神様がいて、僕神様抱いてと思ってた。ここだけでそんな解釈したら曲進みませんよ。ここで、ね、小さい頃は神様がいて、いるってこと。小さい頃はみんな神様がそこにいると思ってると。続き言ってみますよ、うんうん、不思議に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 夢を叶えてくれた。これはね、純真やからよ。見えてる子供には純真やね。そやから、その神様がいるっていうことも、うん、そ、不思議なことではないし、そうですね、っていうその純真さが夢を叶えさせんねん。大人どう、ああでもないこうでもない言うて理由をつけてね、そうそうそう、理由をつけちゃうんですよ。そうそう、うん、ほんでなんかできないって思ってしまう。できないと思っちゃうと。違うんですよ、小さい頃は当たり前に神様がいて、不思議だけど夢をどんどん叶えてくれた、うん、まだいきます。優しい気持ちで目覚めた朝は、ここ来ますよ、ここまでいいですよ、うん、今子供だからって言いましたけど、うんうん、大人になっても奇跡は起こるよ。いいですね、いいながらよいよあの、要は E7 になってから不思議に夢をどこかなかな、あ、大人J だよ。大人になっても奇跡は起こるよ。E7、 いや E7 はいいんですけど、E7 いいです。これね、今小村さんが子供だったら叶うって言いましたけど、はい、じゃあ大人は無理なのかってなった時に、うんうん、今大人になっても奇跡は起こるよって言いましたけど、うん、その前に何前提条件があるわけ。そうですそうです。優しい気持ちで朝起きんねん。そう。いや、急になんかなんかちゃちくなりました、ね。いや、だからその、あ、だからこれ優しさに包まれてっていう。あ、そうですね。そうですね。優しさに包まれてる。包まれ、いや、包まれてるじゃないですか。優しさに包まれる。な、タイトルは？いや、そうです、ね。優しさに包まれるなら、惜しい。優しさに包まれる。優しさに包まれたなら。お、出るもんですね、やっぱり。うん、そうや、そうそうそう、包まれたなれ。なんでそんなこっちに寄ってこらマリア的に、マリアこっちに寄ってこらってる。優しさに包まれたなら、大人でも夢かな。そう。っていうことをこれ歌ってるの。みんな忘れてへん、これ。優しい気持ちで目覚めるって、どうですか、皆さん、朝。まあ、朝ね、出勤時間もある、うん。お母さんだったら子供にご飯作んなきゃいけない。起きても、ああ、もう、ああ、ってなってるんじゃなくて、うん、優しいっつって、そんな一個、優しい時、優しい時って、それ悲しい時やんか。じゃあ、分かったっけ。そうです、そうです。起きてすぐ、優しいなーっていう。でも、それをやるにはね、もう一個の前提条件があるね。きっと。ここが歌詞の中に入ってへんけど、多分行間を読むよね。ヨーミンさん、ユーミンさんはそう。ヨーミンさんってどこの中国の方？私中国から来たヨーミンと申します。伝います。伝います。優しさに包まれたなら、ヨーミンじゃないです。ユーミンさんです。誠也ユーミンさん、ね。きっとね、寝る前にその状況に多分入ってると思うわ。そうか。起きてすぐ優しい時じゃなくて、優しい時じゃなくて寝る前に優しいんですね。優しいね。もう多分ね、寝る時にもユーミンは全部その日の一日のことを感謝してはんねやわ。
感謝感謝していろんなことを吸ったもんだあったりしたけど、はいはい、それ全部クリアにしてユーミンは多分寝てるんやと思う。さすがヨーミンさんね。ヨーミンさん。ただ大村さん、はい、それはね難しいよって人もいると思うんですけど、まあ、寝る時だって、うん、もういろんな準備して、うん、あんま寝なきゃ寝なきゃっていう風になった場合に、このヨーミンさんの中でユーミンさんは、そんな方も朝起きてからできるよってことをこの旅で言ってます。え、言うてんの？奇跡は起こるよですよね、うん、何したらいいか、何したらいいか、カーテンを開いて、カーテン開いたよ、静かな木漏れ日の、木漏れ日を優しさに包まれたら、きっとですよ。もう大自然が私たちに優しさをくれてる。木漏れ日を浴びれば自然と優しさもらえるじゃんってこと。全ての人をもう、ね、照らしてるね。そうです、太陽や。だからもうユーミンさんはもし忙しくても太陽を浴びなさい。しかもそれが木漏れ日やから気の要素も加わってるわけ。直射日光ちょっときついという時にこの木の葉の影とかがあって、それが木漏れ日になって優しいねや。直射日光ちょっと強いと、カーテンを開いて直射日光だと暑い、暑い、静かな木漏れ日、静かな木漏れ日ね。そこに揚力素の要素も入ってるわけ。まあ、これ専門的に言うとチトンフィットの要素。ああ、そうなんですか。チトンフィットというのは、あの樹木が出す独特の成分なんですよ。それが私たちに本当にこれあの物理的に癒しを与えてるんです。いや、森林力。森林力、ね。森林力。ということは本当に太陽の力をもらって、それをその森林力を通してカーテン開けてその木漏れ日を浴びてと。で、浴びて優しさに包まれたなら、うん、きっときっと、ね、もう最後がすごいですよ。どうなるんですか。きっと目に映るすべてのことはメッセージ。いやー、メッセージ来たねー。こういうことですよ。うわ、すべてのことがメッセージやった。そう、目に映るすべてのことです。これもノーストレートなんですよ、この歌。もう全てギフトよって言ってる。そうです、そうです、そうです。だからその毎日忙しい、寝るときも起きるときもバタバタする、うん、でも子供のときはそういう気持ちはなかったでしょ、うん、と。で、大人になったら、じゃああんなこともできないと思わずに、朝起きてカーテンを開いて、で、木漏れ日を浴びれば、あの優しさが返ってくるから。その時見てごらんって見えてるものが全部あなたにヒントをくれてるよっていうことです。ありがとう、ユーミンさん。ユーミンさんありがとうやで。いや、ユーミンさんもうそうやし、太陽さんもそうやし、そうそう、だからもうすごい目に映る全てのことがメッセージですから、皆さんこれを多分この曲歌われる方はなんとなく歌ってると思います。さらっと、だからこの1行目に神様が出てくることもそんなに意識してなかったと思うんですけど、この曲は私は本当に大村さんと知り合っていろんなお話を聞く中で、ある時この曲を改めて聴いたら、うわーっと鳥肌のもの、え、スキンチキンです。スキンチキン、チキンスキンスキンチキン、ハワイでね、昨日のそのね、ゆうこさん、ゆうこさん、アクセサリー屋さんのゆうこさんが鳥肌のことをハワイではチキンスキンってそのままで、あれメインランドは言わないんです、チキンスキンって。あれだわ、ハワイだけ見た。チキンスキンって言うんですって、うん、だからそれちょっと気に入っちゃって、うん、チキンスキン、チキンって言ってるんですけど、うん、それで時々ひっくり返ったスキンチキンって。そうなんだから、すき焼きチキンみたいな。すき焼きチキン略して、ね、スキンチキン、チキン、はい、そうなんです。だから、はい、この曲は私たちが思うんですよ。きっとそういうことをユミさんが言ってくれてるの でこれは結局ね、ジブリの、あ、そっか、主題歌で、魔女の宅急便の主題歌なんです。だからああいう可愛らしい絵の中にこういう言葉をドンって乗っけられて、これは売れるわ。そうそうそう、そうだそうだと思う。これはもうみんなに共感して、これね、それすごいすぐ共感っていう感じの共感じゃなくて、ジュワレス物語みたいな、すぐ共感。
ノルマラ仮面やんそれ。ノルマラ仮面ですよ。頑張ってほしいですね、堀ちえみさんもね。頑張ってほしい。まあ、すぐ共感じゃない。共感じゃない。なんかこう、なんていうの、潜在意識にシーンとくるような感じ。あんまり表だって、その神様どうこうって言うと、やっぱりこう、ちょっとね、拒否してしまうというか、受け入れにくい方がいるかもしれないですけど、これだったら、当たり前に歌ってるわけです。うまいなぁ。そうですね。大村さんが言わなくても、まあ、うますぎてこれだけ奮闘してるわけです。そうそうそう。いや、すごいなぁ。だからこういうね、まあ、今回はこの野菜さんに住まれたから、ユーミンさんの曲をやってますけど、こういう曲はいろいろ、どうやらありそうなので、私たちなりに、ハマリラ的にこういうふうに曲をですね、いろいろご紹介できたら面白いんじゃないかというコーナーが、つい先ほど出来上がったと。出来上がって、これも、ね、これもメッセージですよね。メニューに映る。すべてのことは、メッセージ。ちょっとサビだけ言ってみましょうか、大村さんどうぞ。どうぞ。カーテン、カーテン。カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのこと。ねえ、バカすぎる。バカい。はい、そういうことです。よく歌いました。いや、これ高いね。高いですね。女性のキーですね。よく歌いましたね。メッセージ言えなかった。メッセージ言えなかった。そこは皆さんが受け取っていただいたらいいと思います。はい。ということで、今回企画をちょっとね、実験的にやってみましたけども、はい、どうだったでしょうか。はい。また来週、皆さん楽しみにしていただければ、まだまだハワイ編は続きます。はい。お相手は、スーツユイシと、大村慎吾でした。それでは皆さん、また来週。さよなら。